穴釣り釣れました。やった、一番好きなやつ見て、でかっ。今ちゃんとあれだから、あ、結構深いと思いきやな。10メーターぐらいある。10メーター？うん、まあまあ深いね。お前、那覇一文字の穴やった時はさ、うん、バンバンがそこを見栄え釣り寄ったわけよ。へぇ、穴釣りで当たらんね。入った。あ、取られてる。え、そこない。当たった。分からん。落ちた。落ちた。もう一回やってみれば。生命反応なしかも。落ちただけじゃ、さっきのやつ多分落ちたね。いたら多分食ってくるっしょ、あんなすぐ落ちる餌だったら。あ、待たない。これ餌持ち悪いんだ多分。外の海行っていい？いいよ。ゆっくり下ろすために。これなんか貝柱が正解かもしれん、もしかしたら。貝柱硬いからね。うん、貝柱にして。じゃあこれ行くよ、速攻。はい、これ滑らしていくか。さあ、何が来るか。はい、着いた。ナシコ？本能ナシコですね。あ、残ってる。貝柱強いわ。正解は貝柱だった。これもう、減るからいっぱいつけたらいいんじゃね。確かに。もうあらかじめ魚も喜ぶはずね、いっぱい食ってきたらね。え、しかも巻き餌効果にもなるんじゃない？なんか、いいね。この穴攻めてみようね。ゆっくり、穴があるんですよね。あ、当たってる。当たってる。当たった、当たった。あ、続いてくる。ほらほらほら、抑えてる。意外と興味ないこいつらね。ダメだ、もう上からやろ。がっつり残ってるね。上で置き竿しよう。オッケー。久しぶりに僕は魚を見ました。俺見てる。翔太さんが釣りましたね。なにこれ。ぶちゃー、すごい色だなこれ。本当に見てこの色。オビブダイじゃなかったこれ。白天病っていうみたいですこれ。イラブチャーに多いこれ。おじさんとかにもいるよねこれ。マジ、うん、おじさん見たことないこれ。で、モーリーさん何してるんですかこれ。細仕掛け打ち込み。近くの魚を打ち込みで狙ってる。もうそこに置いてる仕掛け。楽しいよ、あたり。細かいあたりが取れるから。あ、結構あたりあるんすね。あるある。中にだって団子作ってから落としてるんだけど、中に置き網入れてるわけよ。はい、貼り付けてから。これが割れたら置き網食うから。ああ、パンネルみたいな。そうそう、団子釣りみたいな感じ。あ、まだある。うん、トカジャー、ちっちゃいトカジャーが触ってる。ほらほら、餌取ってる。餌あイラブチャーが来た。魚種やばい。こっち魚種も数もすごい。お、当たってる当たってる。釣れてんこれ。釣、ね、れてない。あっちに運んでたのに。こいつら張り加えない技術半端ない。あ、なんかでかいの来た。何あれ。お、本当だ。なんだなんだなんだ。何あれ。何あれ。赤人じゃない。何やあれ。赤人や。赤人っぽい。赤人っぽいよね、なんか、うん、細長いし。見えるかな。あれ、おろろろろろ。赤人じゃないか。すごっ。運動会。あ、三の字三の字。ちった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 。なんだなんだなんだ。どっかにあいつあいつあいつ。ガラガラじゃない、ガラじゃない。どっかにでかいのちょっと期待できるんじゃんこれ。
なんかここに来て壊れ始めて、うん、何でか知らんけどモーリーさんのことさっきからモーリーって呼んでしまった。だからよ、最初最初なんか最初死に受けて自分とモーリーとハルさんってハルだけなんか自分はって思って死に笑ってよね。モーリーさんもなんか間があってから笑い始めたから、あ、気づいてたんだと思って、ね、二人笑いですから俺なんか変なこと言ったかなと思ったらこうちゃん、それからモーリーさんのこと呼ぶときぎこちないモーリーさんこの防波堤で一番笑ったかもしれない数で言ってるかな結構本気で気になってること聞いたから持てかせたら、お、ショーツさんなんかでかいんじゃない。おお、でかい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 、頑張れ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 、テトラに入ろうとしてる。トカジャーだ。あー、あー残念。そう、惜しかったね。でもちょっとやっとかけた大きな一歩カリー外れ外れ、いやそう次頑張ってください。頑張ります。パンチがなんかミスたいのあるから来てって言って来てみました。お、あった。ジュッコフ。なにジュッ、お、でかっ。これ車庫外。うん、ちょっと半こっち波打ち際だから見えないけど、ごめん、パンチがこれ怖い。思ってたよりでかい。かます。威力どんなもんなのかなと思って。じゃあここからちょっと皆さんパンチの GoPro 動画をお楽しみください。でかすぎて閉じきれない。あ、閉じきれない。ちょ、でかいな。上から見てもわかる。肉眼だったらね、しっかり見えるんすよ、これが。あいつでかすぎて挟まなかったんで、今度ちょっとサイズダウンしたやつに挑戦。話しよった。話した。車庫外も本当は挟みたくないんだはずな。ねえ、仲良くしたいんだはず、みんなと。これあれだわけよ、怪我するわけよ、挟まれたら。マジ？自分の知ってる人が船乗ってる時に子供が手突っ込んで、うん、何針か縫ったよみたいな話してて。マジ？あんな切れるまで挟んば。そう、全然離さんよっつってた。な、海外のあれだよな、ダイバーがいたずらでなんかしてからウエットのどっか挟まれてから上がれんくて死んだとか、そういう説もあるよね。怖っ。でも外国のやつでかいからね。ね、見たことある。あるあるある。前家にあったわけよ。あ、その貝殻、こんなのが。とうとう挟まれた。とうとう挟んでくれて、うん、一瞬でひび入った。マジ？待ってよ、話してくれないわけさ。あ、まだあいつが持ってる。取ってこようね。うん、あ、やばっ。これへこんでるの分かりますか、皆さん。なんかこういうルアーの形じゃないんですよ、これ。こんなのぐしゃっと生きよった。本当だ、真ん中もひび入ってる、亀裂が。うわー、すごっ、感動やすさ。ぐにゅって。これってプラスチック？ウレタンじゃないかな、発泡ウレタンとかだ。プラスチックだったらバキっていくはずね、これ。確かに。はい、ショーツさん、でかいのかけた。ペイソンに。あー、もう無理だ。お、出た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 。もうちょいもうちょい。ナイス。入った。ナイス。
朝からずっといたやつだ。3の字うんちプロプロ。これも餌するよ。夜の餌。グルクンだろこれ。違う。ブイラブちゃん綺麗ですね。ナイスイラブちゃん。なんでかよ。お前じゃない。はい、イラブチャトカジャーが釣りたい。よっしゃとなんじゃこりゃ。トラギス、こっちでも釣れるんだね。トラギスすごっ。こいつは逃がします。ありがとう。穴釣り開幕。めっちゃ当たる。穴釣りの聖地見つけた。すごい、地合い来た。地合い来た。見て、こっちに穴釣りで、うん、こうやって椅子積みの切り見つけてるわけさ。うん、で、巻き餌も売ってたわけよ。うん、ちょうど地合い来て、チャイムとともになんかね、当たり出したよね。結構豪快に入るさ。入ったね、がっつり。一回外れちゃって、ちょっと飲ましてみる。うん、ほらほらほら、うわ、ほら、うん、ほら、おおおおお、止まった。ウツボ。あ、なんかありえる。ちょっともう、伊勢エビだったの。伊勢エビほい、ウツボと思う。ちょっとなんか分からんよな。うん、入れ入れ入れ。止まった。ほら入れ入れ。面白いな。おもろい。お、いった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 。いけるか。おお。あー、じらす。やばい。いけいけ。お、ちょっと魚感じていい。うん。あ、引っ張る引っ張る。どんな引っ張り方してる。クンクンって引っ張ってる。ああ、もしかしたらありえるかもしれない。あ、来た。切れた、もしかして。あ、でもなんか持ってそうだよね。ねえ、追わせてみるか。うん。おお。おお、引っ張る引っ張るついてる、もしかして。ガッて巻いてみれば。あ、ついてる、ついてる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 。あ、離した。離す、こいつ。上げすぎたら途中まではもう加えたまんま、絶対水面まで追いかけてくるんじゃない。確かに。行ってみるか。あ、見えた、なんか白いの見えてるよ。本当だ。2倍じゃない。ガラスいってんかった。なんかいるね。2倍だ。ミーボイだ。ずれてん。ずれてるずれてるずれてる。あらしたあらしたあらした。ミーバイ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 。ちゃんと映った。ねえ、ミーバイだったね。映ってるよ。そこそこ。10ちょいとか。美味しいサイズか。ああ、まだいるまだいる。ミーバイ来ないかなとか言ってたら。ね、本命。すごいね。おい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 。うん。ああ、これ持っていくよ。外れてんかいさ。ちょっと重たい。あ、軽い。取られたかも。あ、取られてる。ない。あ、いいや。すごい。絶対これ釣れただろ。絶対これは釣れるもん。内臓ついてるの。あ、落ちちゃった。分かったかも。さあ。来い。おお、はい、お、はい、これ行くぞ。早いぞ、早いぞ。ぽい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 。あ、横向いたラインが。ライン横向いたらチャンス。また取られた。でも完全に首振ってたな。取られたかいさ。こんなでやってたな。硬化して。餌ない？あるかも、これは。あるある。おお。ん？
ってきてた、取ってきてた。見栄え。今度赤かったよ。赤かった。嘘。赤な。分からん。結構こんぐらいのが追っかけてきてた。赤いの。可能性あるな。面白こっち。あれれれれ。早かった。焦った。焦ったな今な。焦ってちゃった。もう一回来るだろ。散ったかな。上まで追っかけてきてたと。みんな上まで追いかけてきてから何かに気づくのかな。うわ、人いるってなってる。穴にいるから臆病な奴らなんだぜね、ほんとは。あ、これ怪しいんじゃん。行くんじゃん、これ。ぽくないこれ。ぽいぽいぽい。行くよ、ここから。本命や、本命や、本命や。本命や、これ。はい、はい、持っていく、持っていく。押さえてる、今。そっから持っていくかどうかだよね。なるほど。止まった。うわ。いけいけいけ。全然吹かせより楽しいやつ。もうちょっと気づくの早かったな。だからな。あと一本買おうぜ。ああ微妙。いいよ。さあ追いかけてくるかな。リーダー見えたね。見えた。来てた、途中まで来てた。また赤いのあれが。あれは違う、あれ多分見栄え。夜やる。あとは夜やるか。一回バイアス回してからね。すっかりね、日も暮れて夜の部でございます。今日が最後の夕まずめです。ですです。なんか今日期待できそうじゃん。うん、なんかね、昨日までは沸かしようって言ってちょっと悪い衣装だったんですよ、潮が動かない。今日から泣かしようって言って動き始め、早速でかいの釣ろう釣ろう。昨日ブチ切られたやつもリベンジね。オッケー、じゃあ頑張っていきます。えいえいよー。おー、やばいやばいやばい。でかいでかいでかい。あ、外れた外れた外れた。切れた。えぐい、えぐい、ガーってなりよった。何いきなり。あ、外れてる。あ、取られてるさ。えぐかった今ね。でかかった。ゆっくりえぐい。取ってたらフォールで食いよった。バンバンもお前なんかミーバイフォールで食ってたんじゃん。さあ、なんか落としたら負けくらせたんじゃん。角度きつすぎてから。角度きつ、こんななってたよ。落としたら、あれ動画回そうと思ったら落としてる途中に食った。すごい曲がり方だった。コツかった今の。こいつは竿取らないでから糸持ってたからな、こんなって。擦れる、竿が前に当たるぐらいあれだったよな。うん、100食ってる曲がり方だったよな。さっきもイカ、イカ打ち込みよりこっちの方が打ち込みらしい魚釣れて超価も上がるかもしれん。楽しいな、打ち込みより楽しいやね。マジで楽しい。久しぶりにすごうと思って竿曲がってるのに。竿も強いから、強いし曲がるから面白い。だからよ。P も30号だからな。うん、ハリスも50号。タマンバリ24、ドンとこいアタック。ドンと来すぎてしまった。確かに。行ってる？マジ焦った今。入り方 GP かと思ったもん。イカ丸々1個？うん、あ、まだ持ってる。当たってる？いかないかも。食い逃げ犯がいるな、ここに。いや、あるな。どんな？あ、丸のみもしかして。あ、違う。なんか変なことなって帰ってきた。こんなことある？何これ。あ、目に刺さってんのか。どんな書き方したの？こっちから通して頭かけてた。うん、どんなかこれ。すごいな。潰されてるんじゃない？潰されてますね。サメじゃないっぽいね、なんか。いくよ。はいよ。サウテー、手打てー。なんであんな入ったのにな。なんで、えぐ、マジ。なんかね、モーリーさんのやつ、針ごと行ってないですか。あ、針行かれてる。あー、サーメーかな。サーメーだね。餌は餌、イカ。イカスパッと行かれてる。あちゃー。あー、新しい朝が来た。やべえや、
希望の朝だ。絶望の朝だろこれ。ロッツリンでしたね。こんなにいい感じなのにね。ダメか。あれやっぱね。どうしたらこうなるか。頭ボッサボサ。黄色くなってる頭。ね、これが海水と太陽の力っすよ。いやこういう感じで朝迎えるとなんか虚しいっすね。慣れた、うん、夜手返し2回したけど2回ともでその子で打ち込み片付けてルアーと吹かせちょっとやってみようか。そうっすね。お迎えが11時なので今7時です。ああ班長どつきここに来て、はい、朝見えてたんすよね青町が。あいたいた。それを釣るためにまず胴付きで餌釣って泳がせっすね。5、6キロぐらいあったよ。マジ興奮ししましまなってたし。うお、いいね。それ聞いてしましまなりそうだった自分も今。興奮した。さあパンチが落として。さあ来い。おお当たった。もう釣れた。早いね。何？お、冠ベラ？スズメダイの方が良さそうです。あ、でもこいつ置いといてほしいかも。逆に。なんで冠っていうのかな。ね。全然冠っぽくないけど。しかも子供の頃顔こんな斑点なんだね。そばかすちゃんだ。サムネ。サムネ、そばかすの直し方。美容系だな。おい、よっしゃ本命。本命だ。負けでしょう。いった。で、あと泳がすだけ。あと泳がすだけ。はい、S 変更。親ビッチョの切り身。はい、いらっしゃい。頼むよ。最後の切り札。一本はなんか釣って帰りたいけどね。変わってる変わってる。なんかちょっといい感じの触り方してるよ。わ乗ったと思ったのに今。さあ来い。来た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 。浜崎浜崎浜崎。やった。アナドリ取れました。やった。一番好きなやつ見て。でかっ。奥さん、浜崎の奥さん。でかっ。これ美味しいやつ。美味しいよね。やっと釣れた。納得いく魚が出た。しかも昼に釣れるのすごいねこれ。50号しかも。あ、イカ出てきた。カキも出てきた。こいつが食ってたんか。コウちゃん、ゲロからカキ出てきよった。イカも出てきた。はい、食いしん坊だな。かっこいいよ、ね、激アツな一匹。これこれこれ真っ赤っかね、かっこいい。背脂すごいよね、こいつ。うん、こいつ何にしても美味しい。やったすげえ。溜まってる胃袋に、ね、昨日の餌。餌が効いてるのか。パリ24号、飲み込み手前。すごいね、気合入ってるこいつ。50号にアタックしてくるからな。やっぱ穴ポテンシャルある。そこからゆっくり上げてきてアタックしてきた。いいね、ナイス。やった。で、キモいの釣れた。すごっ。これ釘ベラだった。うん、こんな口でよくこの針。名人だなこれ。すごいね。はい、ちょっとね、もう時間的にもラスト一投でございます。最後動画の質を上げるために合わせたら画面ブレるさ。うん、合わさないで魚かけようと思って。これで。なるほどね。3連来たらすごいけど。もしくは4連。
パンチ得意の2連惜しかったな、上2つ食ってるからあと1個は下食いさせる。一番チャンスだったけどね。パンチはこのスズメダイで有終の美を飾りました。これにて僕のゲルマ一文字終わりです。終了。ピピー、お疲れ様でした皆さん方。お疲れ様でした。片付け分野です。迎えの船が来ましたね。はい、あちらです。はい、しゃあしゃあ、やっと来ました。ゲルマからね、赤島の方に戻ってきました。はい、で見てこれ、こうちゃんのがセイカ、メカジキとカジキの漬け丼。打ち上げ、これ打ち上げです、ご褒美です。ご褒美、もうあんなに頑張ったので。どれがカジキ、セイカ、メカジキです。三色丼。はい、三色丼やっと食えますね。佐藤さんもありがとうございました。あ、お疲れ様でした。楽しかった？楽しかったです。みんなおすすめ、漁協のおすすめ漬け丼。営業時間が10時から16時です。うまっ、うまっ、美味しいっすよね。相当うまいね、これ。うん、もう1個食べたい。これ2杯で可愛いよ、これ。今回は沖縄の調理とゲルマ一文字で釣りしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりに動画締めた。